をまあ変えてくれたんですよね、その鈴宮春日の憂鬱が。アニメの中にいらっしゃる声優さん方にもたくさん勇気をもらいました。失敗を恐れずチャレンジできるような、暗い気持ちや辛い過去の人たちも明るくできるような、みんなを笑顔にできるような、そんな声優になりたいです。すごい緊張してたんです、してまして、その何でしょう、いくつかもうセリフとかもこれ言おうって考えてたんですけど、もういざ始まった瞬間に全部頭真っ白になってしまって、もう気がついたら終わってるようなっていう感じでした。最初すごくガチガチです、緊張していて、入ったら監督さんもすごくナチュラルに話してくださる方だったので、どんどん質問してくださったので、ナチュラルに自分の思ってることを言えたかなっていう風な印象でした。はい、はい、よろしくお願いします。これが現場なんだなって改めて実感しましたね。いざ始まる前の緊張感とかはテレビ越しだと全然分かりませんし、本当に現場に立って初めて分かることっていうのがいっぱいあって勉強になるなって思います。いろんな方がその一つの映像を撮るためにこう協力し合っているっていうのがあって、で自分はその役者の一人として出てるんですけど、そのみんなの力があってやっとあの映像に仕上がってんだなっていうのを実感しました。いい緊張をなんか継続したいなじゃないですけど、緊張とのいい付き合い方をもっと学ばないとというか身につけないとなとは本当に思いました。その声優って言ってもやっぱりいろいろそのメディアへの露出が増えてるので、こういう映像媒体も慣れていかないとなっていうちょっと思いに今回なって、ちょっとそういうのもまあ頑張っていきたいなっていう感じですね。誰かのために何かをするっていうことがすごく好きなので、声優であると例えば人種とか性別とか年齢とか超えて何かこう役になって誰かのためになれるっていう可能性があるって信じてるので、それを表現したいというか体現するような声優さんになりたいです。辛い気持ちとか苦しい人たちを笑顔にしたり楽しませたり、人生辛いことがあってもこれから楽しいことがあるぞってちゃんと思わせてあげられるような声優さんになりたいです。